エイラ君さん、対戦よろしくお願いいたします。なかなかいいパーティーですね。いや相手、いやなんかさ、やっぱりなんかトンボルチェンが最初に来るイメージなんだよね。でもまあどうなんだろう。いや多分ね、相手からしたら、いやこれ初手ドラパルトだと思うんだよね。ダイマックスすればもう誰でも勝てるから、さすがにこれは初手ドラパルトだと思うんだ。だからドラパルト対策に入れといたオーロンゲで、まあいやーどうしようか。いやーどうしよう、ドラパルトが重いな。まあ、ドラパルトはもうオーロンゲーどうにかするとして、他をどうするか。ミミッキュは多分来ると思うんだよ。だからミミッキュ対策で、まあミミッキュ対策にはなんないかな、ドラパルトは。とはいえ、皮剥がして、一体で皮剥がして、ドラパルトで倒すっていうやり方ができるんで。で、あとは、どうしようかな。これだと、いや、ジャラランガはフェアリー3体いるから出ないと予測して、ミミッキュでいいかな。もし肯定しミミッキュなんだけど、正直。ピクシーが小さくなるとか積んできたら嫌だな。いや、まあその時はまあ、今回のミミッキュの切り札があるんで大丈夫だと思います。ドラパルト、おしよしよしよし、予想通り。よし、これは有利対面つけましたね。で、まあ、絶対ね、トンボだと思うんですよ。で、そうだ、特性カプセル使い忘れてんだった。いや、でもね、あれ何持ってたっけ、命の玉だったよね。で、まあ、ここ多分ね、トンボだと思うんですよ。さすがにね。で、このオーロンゲ、冬打ち持ってて、ね、意外とね、オーロンゲの冬打ちって全然相手警戒しないんだよね。だからね、通ると思うんですよ。それかまあ、一貫性のあるフェアリー技を打ち込むかなんだけど、まあ、ドラパルトを、ちなみにね、ムブリドラパルト乱数なんですよね、不意打ちで。なんで乱数なのかというと、栄養削ってちょっと HP に回しちゃったんですよね。なんだろう。意地っ張りドラパルトのダイス知りたいっていう調整したくて、ちょっと回しちゃったんだよね。だから、ちょっときついかもしんない。まあ、とはいえ、ここはま、冬打ちでいいでしょう。よし、これ通ったでしょ。いや、とはいえ、乱数。よし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 。いや、ね？全然警戒しないでしょ？いや、うちもね、育ててる時に初めて知ったもん。こいつが冬打ち覚えるって。めっちゃ強いと思う。で、ミミッキュで、ミミッキュね、ここは冬打ちじゃなくて、このオーロンゲ AB ベースなんで、ミミッキュのじゃれつくくらいだったらまあ耐えるんですよ。で、そっからの、なんだろう、なんだっけ、ドラパルトで倒すっていうやり方が、ミミッキュの突破の仕方ですね。まあ、要するに1対1だと誰も勝ってない。まあ、とりあえず、じゃれつか耐えるんで、まあ、冬打ち読まれて研埋されても嫌なんで、まあ、土下座つきでいきましょう。じゃれか。OKOKOK。割と余裕持って耐えてくれた。これだと、お盆込みでもう一発耐えるかもしんないですね。そしたら、ダイマックスしても、そしたらミミッキュはダイマックスしても、ドラパルトのゴーストダイブ圏内に入るんで、それは非常に美味しいですね。とはいえ、まあ、研埋は来ると思うんですよね。どうしよう。まあ、バッドゲタ付きでいいでしょう。裏には引けないんで。あー、はいはいはい。これダイマックス切ってくると。これちょっとしんどいですね。相手がダイマックス切られると、ドラパルトもダイマックス切らないといけないんで、ちょっとしんどいかもしんないですね。まあ、とはいえ、これで影打ち打てなくなったんで、大フェアリー。まあ、オーロンゲは、まあ、いい活躍を見せてくれましたね。ありがとうございました。で、まあ、ミストフィールド、まあ、それは大丈夫なんですけど。
まあドラパルトのダイマックスアザマ、ダイフォローか、ダイフォローでミミッキを倒せるかってことなんだよな。それが分かんないんだよね。それ分かんないけど、まあ倒せなかったところで S は絶対こっちが勝ってるし、まあ相手のダイマックスすれば相手のダイマックス技一発はもらっても耐えると思うんで、まあここはダイマックスしていきましょう。てか相手、そうか、ドラパルトが弾だったからこいつは弾じゃないのか。何持ってんだろう。弾以外の、ミミッキュって、弾以外何持ってんだ？弱歩とか持ってんのかな。弱歩持ってたら、弱歩持ちかっ耐えられたらだるいな。オッケー、倒せた。よかったよかった。てかあれだな、欲張りす、いやーちょっとしんどいね欲張りすは。いやちょっと裏のミミッキーでは突破が難しいやつ来ちゃいましたね。いやとはいえこれで、うわ硬え、うわやばい、硬い。何下がった、攻撃か。いやまあ攻撃下がったのは嬉しい。でこれは耐える。いやこちらもまあ硬いと。弾あ、ゴツメ、あそうだ、このドラパレット5つ目だったんだ。いや意外とね汎用性ありますよ5つ目ドラパレット。ダイマックスするとあの大体の攻撃耐えるんで、これでなんだろう、相手のタスキ潰せて殴れたりとかできるんで割と強いですよ。でこれ相手オボンだったら発動するけど、混乱身だったら発動しないから、これ多分オボンですね。今、宝袋があると。いや、とはいえ、A が下がってるから、相手もきついはず。ゴツムもあるし。やべえ。いや、これは勝ったと思うんだけどさ、なんだろう。今回の動画のコンセプトを、ミミッキュだったのに完全に、なんだろう、意外と警戒されない不意打ちオーロンギみたいな感じになっちゃったな。まあそれでもいっか。うん、あと一発耐えそうですね。で5つ目もあるんで、まあ、あそっか、ミストフィールドあったからドラゴン技が半減だったのか。あとはいえどっちにしろドラゴン技が最大打点なんで、まあいいか。さあよし、欲張りス突破と、ライラくんさん対戦ありがとうございました。対戦相手見つかりました。おお、そっか、ランク3か、うち。はい、対戦よろしくお願いします。でドリューズか。まあドリューズいるんだったらまあミミッキュ出したいって思いますよね。でまあ相手的には初手ドラパルトなのかな。いやでも割とね、いやドラパルトだったらオーロンゲ、ロトムだったらヌメルゴンっていう感じなんですけど、いや多分この2体のどっちかかアーマーガーがまあありえるかなって感じだと思うんですよ。あ、それか起点作りのシルバディ。4体もいっちゃったけど、いやまあでもどうなんだろうな。シルバディ相手見た目的にノーマルなんで、まあ、こっちにゴーストが2体鋼が1体いる以上動きにくいと思うんですけど、なんだっけ、何してくんだっけシルバディって。なんかして大爆発だった気がする。何をして大爆発してくるか忘れちゃった。なんでもいっか。いやまあとはいえ、いやあんまりねドラパルト同士の同速勝負はしたくないっていう思いがあるんで、まあ、初手はオーロンゲで、まあドラパルトが来た、違う、ロトムが来たように裏にヌメルゴンを入れといて、でまあ他には一通りシルバディ以外だったら勝てそうなミミッキュで行きたいかなと思います。ドリューズか。ドリューズもまあ多分ダイマックスすれば勝てるかな。ダイマックス関係ないか。
ドリューズきつかも。きついかもな。まあいいや。宇田さん、対戦よろしくお願いいたします。なんだっけ、リーグカードっていうのかな、うん、リーグカードのセンスはね、ないんですけど。あ、うわー。うわー、ちょ、きついの来たな。いや、ちょ、きついの来たな。どうしよう。いや、とはいえ、ドラパルトはミミッキーでもまあ倒せないことはないんで、あ、タスキか。まあ、タスキ関係ないかな、あんまり。いや、これ、相手耐えるか？いや、振ってるんだけど、言うて耐久力波だから、耐えない気がする。とはいえ、受け出しは効かないんで、しょうがないんで、土下座好きで突っ張ります。相手も、交代読み交換とかしてこないかな？さすがにビニー、うわ、それは良くない、それは良くない、危ない危ない危ない。良くない、それは良くない。これ多分相手交換読みですね。よかったー。マジで危ない。で、まあ、ここ。まあ、しっかりとね、オールンギフィッシュ通るはず。オッケー。本当に読まれない。本当に読まれない。オールンギのフィッシュ強え。本当に、本当に読まれない。いや、ビギナー級だからかもしんないけどさ。で、ミミッキュー。まあ、じゃれつくは、じゃれつくだったら2発耐えるんで、あとダイマックス技も1発は耐えるんで、まあ。まあ、どっちの方がいいかな。ドギャスキってなんか怖かったっけ。まあ、とはいえね。相手が特殊型っていう可能性もケアして、ソウルクラッシュ打ちましょうか。じゃあ、あれは絶対耐えます。あ、弾だと。あっ嘘これ急所。え嘘嘘嘘嘘いや、嘘、弾でも、ラスだったのかな。うっそーん。これ皮剥がせなかったのきつい。いやでも、いや、剣舞、相手が剣舞してくる可能性考慮するとさ、相手に不意打ち見せてる以上、不意打ちは打ちづらいって。どうする？いや、S は絶対負けてるんだよね。いや、かといって、大フォロー打たれたら、大マックスしても攻撃受かんないし、でも10万ボルトでまひらせるしか勝ち筋なくね。あれ？かげえ。いやー。いやでも弾か。弾ダメ考慮すればワンチャン倒せるかなくらいか。いやでもダイマックスされたらきついわ。しかもまひらない。まあ、とはいえ、これで8分の1は削れる。いやー、倒せないな、多分これ。かといって、相手もダイマックスしてきたら相当きついけど。とはいえ、相手からしたら、同速説あるからね。相手が影打ち打ってきたってことは、同速の可能性考慮してるわけだから。まだ、相手の方が早いって相手は思ってないはずだから、相手もダイマックスしてくるのかな。いや、とはいえ、こっちが先にダイマックスしたってことは、相手はダイマックスしないのか？いや、とはいえ、ダイフォローくらいだったらね、耐えるんだよね、多分。あー、オッケー、シャドウキュー。これ、急所？あ、急所ね。あ、そっか、弾補正か。そりゃ、そっか、じゃあ耐えないな、ダイマックス技。いや、とはいえ、まあ、弾ダメ入ったんで、とりあえず突破と。いや、危なかった。なんとかミミキ突破。裏がロトムだったら、ほぼ勝ち確ですね。ヌメレゴンいるんで。アーマーガーでも、まあ、いけるかな。ドラパルト。ドラパルトかー。いや、一番きついやつ来ちゃったー。いや、どうせ、このターン死ぬんで、まずは大ウォール打ちましょうか。ここで相手のダイマックスターンを少しでも枯らすって意味では、シャドウ相手特殊だったらいける。特殊だったらいける。よし、これ特殊だったらいけるぞ。てか、シャドウだったらワンチャン耐えるんじゃないか。いや、さすがに無理か。さすがにこの体力じゃ無理か。オッケー、特殊だったらヌメルゴンで受かる。いや、とはいえ、両投説あるんだよな。いや、でも、そっか、ゴーストタイプ、ダイブの、2ターンを嫌って、
ゴースト技をシャドーボールにしてる説っていうのはまああるか。でドラゴンアローも搭載と。なんでダイマックスしてきた。まあとはいえこれで一旦は潰せるんでまあいいでしょう。いやとはいえね、流星群じゃなくて竜の波動なんで絶対にドラパルトを倒せないんですよね。いやとはいえミミッキを生かしておく意味もなかった。正直こいつ影打ち持ってないし。いやラストヌメルゴンだな。 HC でビーミオン振りかな、わかんねえや。なかなかにきつい、なかなかにきつい。竜の波動じゃもう無理だ。相手が変なことしてきてくんね。ダイドラグーン、いや特殊が主軸だったら耐えるんですよ一発。あ、これは特殊ですね。これは完全な特殊型ですね。とはいえ C は下がんない。竜の波動じゃ急所でも落ちないか。いやーこれはやられたな。いやなんだっけ、うずらさん対戦ありがとうございました。というわけなんでね、まあ今回はこんな感じで終わろうかなと思います。そんじゃまたね。